農作業で寒起こしっていう作業があるんだけれども、冬の寒い時に、耕して寒気に当てて病気とか病原菌とか害虫とかを寒さに当てて、死滅させましょうっていう、まあ、ノウハウというか技術な作業なんだけれども、俺あれはどうなのかなってさ思うのね。でなんでそう思うのっていうとまあ、おそらく俺はやったことがない。でなんでそう思うのかっていうと、土作りで大事なのは生き物がいっぱいいることだと思ってるのね。で食べ物があって、それを生き物がいて食べて糞して、その糞をまた他のが食べてっていう繰り返しを絶え間なくいっぱい続けて、長く続けて、でいい土ができるっていう考え方なわけさ。でその中には、俺の考えの中には、あの例えば病原菌、害虫で益虫で、あのなんだ善玉菌っていうか、害はなさなくて植物に対して作物に対していい影響を与える菌とか微生物がいるっていうのは分かってるんだけど、だけどいいも悪いもなくて、彼らが一緒になって畑の中にいることで、あの環境ができて良くなっていくっていう考えなのね。だから寒起こしをするって、その人間にとって都合が悪いものを排除するっていう考え方が、俺はね、ちょっと土作りとは、まあ、自然農法、有機栽培とかの土作りとはちょっと違うんじゃないかなって思うのね。まあ、いろんな考えがあって、そういう技術もあるっていうのはわかる。で、俺はそう思うって話なんだけど、で、寒起こしで一番悪いっていうか、良くないんじゃないかなって思うのは、都合の悪い病原菌と害虫だけを選択的に、死滅させるっていう技術じゃないよね。いいものも、なんて言うんだ、善玉菌、なんて言うんだ、病原菌の逆ってなんだろうね。いい菌が善玉菌でいいね。善玉菌と、益虫の幼虫とかもね、虫とかも一緒に、死滅させてしまうんじゃないのって。だから全体の生物層が下がってしまって、土作りが逆に進まなくなるんじゃないかな、なんてさ、思うのね。ただ、まあ、そうなってくると、俺は無肥料っていう自然農法、本来っていうか、本当のね、無肥料、無農薬の栽培を目指していってるから、まあ、それも肥料も使ったりするよ。やっぱ皆さんにね、無肥料っていきなりやるのは難しいから、こういう肥料使うんで使えばいいですよって、場合によっては、ね、入れたりね、する、米ぬかとか、なんかそういう堆肥、草堆肥とかね、作って入れたりもするけども、まあ、そういう肥料っていうか、肥料分少ないかもしれないけども、うん。ね、例えば、なんだっけ、あれ、バイオの有機、魚カスと米ぬかで作ったペレットの肥料とか使ったりするんだけれども、だけど基本的には無肥料に向かいたいわけさ。で、無肥料でやるためには、やっぱり生き物と植物と、ね、空気とか太陽とかいろんなもの、自然の中の働きってものを最大限に使いたいわけさ。で、そうすると、その寒起こしによって、確かに悪い、都合の悪いね。悪いやつじゃないんだよ、あいつらは。人間にとって都合が悪いやつら。ね、病原菌とか害虫っていうものも確かに減るけれども、都合のいい味方になる善玉菌も益虫も減るでしょって、ね、同じ生き物なんだから、寒さに当てればね。だから俺はやらない。寒起こしとか秋起こしはやらない。俺はね、そういう考えのもとやらない。でも肥料をね、まあ、さっき肥料の話したの、 何につながるのって話なんだけど、肥料を入れる場合であればね、土作りをのいろんな過程をね、すっ飛ばしていけるから、寒起こしするメリットはあると思う。別に益虫いなくたって肥料やればいいじゃんとね。土の中の働きが落ちたとしても肥料で補うからいいよと。でもっと言えば観光農法であれば、なんだそれで菌のねバランスがね、悪玉の系の方に、人間にとって都合の悪い方に傾いたら農薬まけばいいじゃんっていうんだったら耕してもいいと思う。ただ俺らっつうか、俺らみたいに農薬使わないで肥料もない方向でやっていきたいなっていうふうに思ってるんだったら、そこは俺やんない方がいいんじゃないかなと。全体のいいものも悪いもの、人間にとって都合のいいもの悪いものも含めて畑の生物性を上げて、それを結果土が良くなっていくっていう状況を狙ってるからね。いいもの悪いもの、悪いものもいいものなのよ。俺たちにとっては必要なもの、雑草も、いい草も全部味方につけよう
て考えて、でも手で草を取ったりとかちょこっとするけどもっていう栽培だから、俺は寒起こしっていうことは、まあ、そういう栽培においては必要ないんじゃないかなってさ。まあいたずらにね、めちゃくちゃね、なんだっけね、ギムシとかヨトムシとか増えてしまってるっていうことはなったら、まあそういう手も必要かもしれないけども、まあ逆に言えばそういう風な害虫が増えてるってことは、栽培に何かが問題があったんじゃないかなって考えてさ、寒起こしに走るのも大、いや、いいんだよ。マッサージに行くとか、病院にかかるのと同じようなもんだから、いいんだけど、だけど根本的になんで増えてしまったのかっていうことを考えなきゃいけないし、それを考えずにみんながやってるから、やってやりましょうってやるとね、土作りは逆に進まなくなる可能性があるんじゃないのってね。とりあえず俺はもう生き物がいっぱいいてほしいから、畑の中に。だからなるべく耕さないし、寒さにも当てないようにするし、まあ、青森は雪が降るから、それで、土が乾燥から守られる、寒さから守られるから何もしないんだけども、俺が関東とかの寒くてさ、乾燥してるところに行ったんだったら、表面に未熟でも堆肥を撒いて被覆したりとかで、乾燥寒さから俺は逆に守る。俺はそこに住む生き物たちを守りたいと思うから、まあまあ、でも表面がね、きついだけで多分深層にはいると思うから、少し下の下がったところに、まあ大丈夫だと思うんだけども、そういう風にして逆に守る。俺は寒起こしをしてね、俺の味方だから、いいやつ悪いやつはないと思ってるから、それを寒さに当てて、まっさらにリセットする、いなくなってもらう、死滅してもらうっていうことは俺はしたくないな、しない方が俺はいいと思うんだよね。実際のところどうなのかっていうことは、ちょっとこれね、ない記述、なんか研究的の例は頭の中にはないんだけれども、俺の経験っていうか見てきた考えといくと、やはり都合の、人間にとって都合のいいものであって悪いものであって、それを選択的にね、なくす、死滅させるっていうこと、方法はないのさ。寒起こしにおいてもいいものも死んでいくし、で農薬をまいてもいい味方の益虫も死んでいく、味方の菌も死んでいくって、確かに悪いもの、都合の悪いものもいなくなっていくけれども、いいものもいなくなっていくっていうことを考えた上でね、でもその技術を使うんであれば、ね、まず使わなきゃいけない状況になった原因は何なのかっていうことを考えてからやってほしいなって。で俺はそれを考えて、そうだ上で、そいつらの生息数が自然に減っていく方向には何をすればいいかなっていうことを考えて、なるべく手をかけないようにしながらやろうっていう、これまた難しいんだけど、ね、俺も全然まだまだ未熟者なんだけど、本当にこういう観点でいくとすごく難しいのよ、土作りってものはね。ただ肥料を入れましょうとかさ、堆肥を入れましょうとか、耕いっぱい耕しましょうではできるもんではないと。自然農法の土作りってものはね、あえて耕さない、あえて草を生やす、あえて害虫もいてもいいよっていう、受け入れるっていう姿勢も俺は大事だと思うんで、すごく難しい話なんだけどね。なんか本当に喋っててね、明確な答えはやっぱ出せないし、それは栽培者でいっぱい意見が違ってくることだから、そういうこと、そういう観点もあるんだよっていうことをね、寒起こしっていうことで日頃からちょっとどうなのかなって考えてるってことを、まあまあ問題提起みたいな形で今回動画にしたっていう感じですね。で、でも皆さんが必要だと思うなら寒起こしやってください。でも俺はいらないんじゃないかな。でもそれは青森にで雪で被覆されてて寒起こしどころじゃないからっていうね、いう、そういう理由もあるから、やはりそういうとこはね、やっぱりいろいろ時と場合、地域によって変わってくるんで、それぞれなりにやってもらえればいいなと思います。